ワーズ。ドワーズとはロブロックスのゲームで、結構怖いホラーゲーム。怖いけど魅力のあるドワーズのキャラクターたちを今日はなるべく怖くなく紹介するよ。それでは行ってみましょう。フィギュア、フィギュア、フィギュアはお目目が見えないんだ。その代わりすっごく耳がいいんだよ。フィギュアに見つからないようにするには、しゃがんで移動するとフィギュアに見つからないんだ。みんな僕とかくれんぼをしてね。僕に見つかったらダメだよ。アンブッシュ、アンブッシュ、アンブッシュは大きな目と大きな口が特徴的。それにとっても動くのが早いんだ。アンブッシュが来るときはクローゼットの中に隠れよう。あっちに行ったりこっちに行ったり、あれ戻ってこないと思った？僕は何回も戻ってくるよ。シーク、シーク、シークはスライムみたいな黒い塊みたいなところから出てくるんだ。お目目がいっぱい現れたらシークが出てくる合図。シークが出てきたら頑張って走って逃げてね。みんな僕と追いかけっこしようよ。どっちが早いか競争だ。アイズ、アイズ、アイズはその名の通りお目目がいっぱいあるんだ。アイズがいるお部屋は青色に光るのがとっても綺麗。でもアイズのお目目を見ると攻撃されちゃう。だからアイズは見ないように注意してね。うふふ、私の魅力的なお目目を見るとあなたも私の虜になっちゃうわよ。ジャック、ジャック、ジャックに会っても特に攻撃はされません。だけど突然出てくるからとってもびっくりしちゃう。ドアを開けた時、ジャックに会える確率はすっごく低いんだって。だからジャックに会えたらとってもラッキーって言われてるんだ。みんな僕に会えるのを楽しみにしててね。ハルト、ハルト、ハルトは青い体と光る目が特徴的。ハルトが現れると文字が出てきて、今度は反対向きに走らないといけないんだ。それを何回も繰り返すことでハルトから逃げ切れるよ。はい、戻ってください。はい、今度逆に走ってください。皆さん、暗いので足元お気をつけください。グリッチ、グリッチ、グリッチは一人じゃなくて、いろんな人とゲームしてる時に出てくるキャラクターで、みんなが先に行っちゃった時にみんなのところに追いつくように連れてってくれるキャラクターだよ。はい、皆さんこちらです。迷子になっても大丈夫、僕が案内しますよ。あ、でも攻撃されちゃうからそれだけは気をつけてね。
ダッシュ。ラッシュ。ダッシュはアンブッシュと似ていて、お部屋をビューンと走っていくよ。ダッシュに攻撃されないようにクローゼットの中に隠れてね。僕は結構最初の方に現れるよ。みんなも僕に会いに来てね。ウィンドウ。ウィンドウ。他のゲームではサリーって呼ばれてることもあります。窓の外に現れて雷が鳴ると、あれれ、いなくなっちゃった。特に攻撃とかはされないよ。ティモシー。ティモシー。タンスを開けると、わわ、びっくりした。こんな風に現れるよ。少しだけ攻撃されちゃうんだ。僕は突然現れるからびっくりするよ。みんな、ドワーズのキャラクターたちどうだった？怖いけど、みんなもゲームに挑戦してみてね。ちなみにドワーズはドアが1から100まであるんだ。その中でさっき紹介したキャラクターたちが出てくるんだけど、なかなかゲームをクリアするのは難しい。パンダさん、実は23のドアまでしか進めてないんだよね。みんなにおすすめしてる場合じゃなくって、パンダさんも頑張らなくっちゃね。そしてさっきからちょこちょこ現れるのがこのスクリーチ。スクリーチ。スクリーチは暗い部屋で現れるよ。ピシッって音が鳴るのが特徴的。スクリーチは合図と違って客に目を合わせないとダメなんだ。じゃないと攻撃されちゃうんだよ。最後まで見てくれてありがとう。またこれからもドワーズやレインボーフレンズ、ポピープレイタイムなど紹介していきたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひまた見てくださいね。それじゃあまたね。バイバーイ。